私たち日本人のルーツについては、年々新しい発見こそあるものの、現代においても様々な説によって未だ議論の的になっています。おそらく決定的な発見がされない限りは、今後も同じ議論が続くことでしょう。縄文人が渡来人や帰化人との融和によって根結した説、縄文人が世界に渡り文明を築いた説、日本人シュメール起源説や日ユ同祖論に至るまで数多くの説が存在しています。ハテナ見聞録では、これらの賛否が分かれる様々な説を多角的に極力フラットな視点でご紹介してきました。現代において自身のルーツを探る一番の近道といえば、遺伝子の解析に他なりません。そして日本人は、DNA の塩基配列が特殊な構造を持つヤップ遺伝子を持っています。父系で遺伝する Y 染色体ハプログループから見た場合、ヤップ遺伝子を持っているのはハプログループ D 系統と E 系統のみで、日本の近隣諸国や、その他のハプログループはヤップ遺伝子を持ち合わせていないのです。つまりハプログループ E 系統である中東諸国、古代イスラエルの民がヤップ遺伝子を持っていること、日本との共通点が非常に多いことから、日ユ同祖論に発展したというわけですね。これらのように、結果がわからない物事を断定するつもりはありませんので、一種のフィクションとしてご覧いただければ幸いです。前置きが長くなりましたが、今回の動画では、日本人と同じ D 系統の遺伝子を有し、日本人とも多くの共通点を持っているとされる侠族についてご紹介していきたいと思います。中国語ではチャン族と呼称しますが、この動画では侠族で統一します。侠族はチベット高原東部の先住民と言われており、その祖先はシュメール人であるという説も存在しています。当時の中国から見て、侠族は西方の異民族であり、最古の部首別漢字辞典である、説文解字では、聖獣、牧羊人なり、と記載されています。諸説ありますが、侠は、聖獣の牧羊人で、人と羊からなると解釈され、同じく説文解字で異民族の名には、獣を表す字を含むとも記載されています。また、今日の字は人と羊の組み合わせからなったとも言われています。このように、侠族は古代から中国史に名を残す異民族であり、古くは殷代の甲骨文字の中に、侠族に関する記載が残されています。彼らは後にタングートとも称され、中国にも大きな影響を与えていきます。今回は中国史の動画ではないので割愛しますが、気になる方は調べてみてはいかがでしょうか。余談ですが、歴史上侠族として知られているのは、紀元前11世紀頃の古代中国、周の軍師であり、後に姓の始祖となった呂尚、釣りをしていた逸話から、日本では釣り師の代名詞とされる太公望や、その後の三国時代の武将、馬頭とその息子、後の蜀の五胡大将軍の一人である馬超などが挙げられます。侠族と名の知れた歴史上の人物につながりがあることに驚かれた方も多いのではないでしょうか。また、大人気漫画キングダムに登場する侠界は、何侠を冠しており、史実でも実在した武将としても知られています。史実でも女性であったのか、今回ご紹介している侠族との関連があるのかは定かではありません。しかし、侠界が属していた蚩尤という暗殺集団の名は、中国神話の戦神として歴史書に登場していること、口述しますが、侠族は自然、精霊信仰であったことが、神をその身に宿す彼女の戦闘スタイルと合致します。史実とは異なる作者の設定の可能性が非常に高いですが、全くの無関係とは言えないかもしれませんね。
旧約聖書に記された古代イスラエルの十二部族のうち、行方が知られていない十部族は、失われた実子族と呼ばれています。イスラエルの国家機関、アミシャーブは、失われた実子族を探し出すことを任務としており、日本における大陸からの帰化子族である旗氏が、失われた実子族ではないか、という仮説からたびたび日本にも来日しています。これらと同様にアミシャーブは、教族が失われた実子族の末裔ではないかと主張して調査を進めています。アミシャーブが、彼らを失われた実子族の末裔と考える理由はどこにあるのでしょうか。教族は自らをアブラハムの子と称しており、彼らの父祖には、12人の息子がいたと言われています。これは旧約聖書において、ユダヤ人の父祖とされるアブラハムには、12人の息子がいて、後に全12氏族につながるという記述と一致します。また、教族の信仰形態は、時代と居住場所によっても異なるものの、根本はアニミズム的な多神教であり、その神々の最高位に位置する神をアバチ、またはユイワと呼びます。このユイワは、旧約聖書に登場する唯一神ヤハウェが、転化した可能性があると考えられています。アニミズムをベースとして、最高神の他にも太陽神、祖先神、山の神や樹木の神など、多くの神を信仰するところも、八百万の神を信仰し、ソウウジ神である、アマテラス大御神を信仰する日本人とも共通点を見出せますね。教族には天孫降臨神話も受け継がれており、自ら天孫を自認しているという逸話も存在します。合わせて、教族の祖先が天女と結婚するため天界へ赴き、天帝から結婚の許しを得るが、天界を去る時には、決して後ろを振り向いてはならないという忠告を天女が破ったため、家畜のほとんどが逃げて野獣になってしまった。このように、イザナキの黄泉の国訪問神話やギリシャ神話のオルフェウス、創世記のソドムとゴモラを彷彿とさせるような逸話が、叙情詩に記述されているそうです。また、天神の怒りを買って洪水が起こったという記述もあり、旧約聖書や世界の文明に記録が残る洪水の話とも共通性が見られます。そして冒頭でもご紹介した通り、教族と日本人の最たる共通点といえば、遺伝子 Y 染色体ハプログループと言えるでしょう。いずれも D 系統で、日本人の Y 染色体ハプログループは D1A2A であり、日本人の約 40% 前後はこの遺伝子を持っているとされています。対して、教族の Y 染色体ハプログループは D1A1 と推定され、約 20-25% がその比率を占めるそうです。純粋なチベット民族の D1A1 系統の割合は約 50% なのに対し、教族の D1A1 系統の比率が少ないのは、当時の漢民族とも深く長い関係があったことから O 系統の割合が増えたことが推定できます。いずれにせよ D 系統、つまりヤップ遺伝子を持った民族は世界でも非常に稀なこと、日本人との共通点も多くあることから、教族は少なからず日本人に関係があったと捉えられるのではないでしょうか。諸説はありますが、秦の始皇帝に仕え、日本に渡来したとされる徐福や、日本に多大な影響を与えた旗氏なども、元は教族であったという説も存在します。教族には優れた考え技術があったとされ、日本に考え技術をもたらしたのは、5世紀頃の渡来人集団だと言われています。これらが仮に真実で、この集団がシュメールを祖とし、教族から構成された旗氏であったなら、フィクションとはいえ、非常にロマンがありますね。いかがでしたか？冒頭でも述べたように、日本人の人類のルーツは未だ謎に包まれており、
解明にはまだ長い時間がかかるでしょう。だからこそ、歴史や遺伝子情報から様々な考察を楽しむことができるのかもしれませんね。今回の内容に関連する動画は概要欄に貼っておきますので、少しでも気になった方はぜひご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。